私は不死鳥教団の一翼、名もなき翁にございます。人知れずこの地の伝承を探る任についておりました。ゼメキスの悲劇は人の犯した大いなる過ち。しかしそのトガは人のみが追うべきものだったのか。ジョシュア様はその答えがイナであると確信しておいででした。シリルにお会いになったようですね、閣下。何を隠そう、私も不死鳥教団の一翼。かねてより砂にまみれたこの地にて宗主ジョシュア様への力添えを続けております。宗主がお泊まりになった折には大変お気遣いいただきました。自慢の人参料理はお口に合わなかったようですがね。閣下、これまでの非礼をお許しください。私は不死鳥教団の一翼、ここでロザリアを見守る任を負った者。あなた様の思いが民の胸に再び炎を宿しました。そしてロザリアは蘇ったのです。我らの心に、この土地に、この真実は決して消えず永久に語り継がれることでしょう。それでは閣下、不死鳥の炎の絶えんことを。すると壺の中から声が聞こえてきたのです。エリクサーちょうだいという怪しい声が。ねえねえ、それからどうなったの？タバコの火をつけるにも一苦労ね。いらっしゃい、クライブ。昔のことさ。だからあんたを見てるとさ、ああ確か。うん。間違いないよ。ずっとね。そうだね。これからも見といてくれ。みんなによろしくね。プレイステーション。